正体不明の物体が大気圏に突入しました。わかった。到達時間はわずか3時間です。ヒーローたちはまだか。現在連絡が取れません。はじめまして。今日からヒーローチームのマネージャーになります。さて、自己紹介している暇はなさそうですね。ヒーローボールをタップしてヒーローをスカウトしましょう。素晴らしいです。今スカウトしたヒーローはクラス1ヒーローといいます。手に入る研究コインで研究を進めてみましょう。ここはゲームをより快適にするための研究所です。まずはよくできました。研究を進めるほど新しく追加されますので、どんどん進めてくださいね。それヒーローを強化して、今度はヒーロー合成のティップスをお伝えいたします。
このようにダブルタップでもヒーローを合成。10年ぶりに姿を現したヒーローたちが頑張っていますが、まるで歯が立ちません。阻止することはできないのでしょうか。そう、これだわ。これなら十分に。大したことじゃないわ。それより合体を成功させたの。さあ、反撃開始よ。手ごわい敵が現れました。このままだと危な。本部より伝達がありました。ドクターシャロンが進めていた精鋭ヒーローの研究が成功したとのことです。精鋭ヒーローがどれくらい強いのか楽しみですね。今レベルアップするとさらに強くなれます。ここではヒーローレベルを上げることができます。レベルアップをタップしてレフィアのレベル、そうです、これからもレベルアップで精鋭ヒーローをどんどん強化してくださいね。報酬を受け取ることができます。これで気を取り直していきましょう。
私からのアドバイスは以上です。今後は見習いヒーローのスカウトと合体を繰り返してより強力な精鋭ヒーローを作って戦ってください。改めて自己紹介をしますね。今日からヒーローチームのマネージャーになります。こちらともですね、戦闘の役に立ちそうなアイテムをいくつか差し上げますね。補給箱ありがとうございます。なかなかいい品物が入ってますね。
補給箱ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。